日本共産党副委員長小池晃参議院議員でございます。皆さんこんにちは。日本共産党の参議院議員の小池晃です。今日は本当に暖かい日となっておりますが、4月1日には冷たい風が吹きつけようとしております。今安倍政権は4月1日から消費税率を 8% に引き上げるとこう言っております。さらに来年10月には連続して 10% まで引き上げようとしています。消費税の増税法には不足がありまして、その時の経済状況によって増税の実施を判断するとなっているんです。今景気が急激に冷え込んできている、アベノミクスが急ブレーキがかかっている時、まさに増税中止の決断をする時ではないでしょうか。皆さん、 8% への増税を許してしまえば、さらに連続的に 10% へと増税が待ち構えています。今こそ声を上げる時です。増税きっぱり中止せよの声を上げて、 8% への増税もさらなる 10% への増税も絶対に許さない。日本共産党はしっかりその旗を掲げて国会でも地域でも頑張っております。今増税中止を求める署名へのご協力をお願いをしております。一人でも多くの皆さんが増税中止せよの署名にご協力をくださいますよう最初に心から訴えます。皆さん、消費税は税率 1% で2兆7000億円、 3% 上げれば8兆円を上回る大増税になります。今年金の削減や年金保険料の引き上げなど社会保障の改悪もやりまる、これも合わせれば10兆円もの負担増が国民を襲います。消費税率をさらに 10% に引き上げれば、さらに5兆円を超える増税となります。これはまさに史上最悪です。97年 3% を 5% に引き上げた時以上の大幅増税になってしまいます。アベノミクスで景気は良くなったなどと言いますが、そんな実感はほとんど皆さんないんじゃないでしょうか。円安と株高で一部の富裕層やあるいは大株主には恩恵がもたらされましたが、中小企業も含めて大多数の国民の暮らしは全く良くなっていません。賃上げの動きもありますが、一部の大企業にとどまっています。労働者の賃金は22ヶ月連続で前の年を下回っています。年金は昨年に続いて今年も削減されます。国民の実質所得がどんどん減っている中で消費税の増税やってしまえば、景気は大変なことになってしまうのではないでしょうか。実際どの世論調査を見ても、増税によって負担が重くなるという回答が8割を占め、増税されたら支出を減らすという方が6割前後に望んで今上っています。そして多くの中小企業では、円安による原材料費の値上げ、これを価格に転嫁できていません。この上消費税が上がったらもう仕事を辞めるしかない、店を畳むしかない、こういう声が広がっています。暮らしも営業もどん底に突き落とす消費税の増税を断じて許すわけにはまいりません。皆さん、今政府は増税実施の目前にして政府広報をばらまき、コマーシャルを垂れ流し、消費税の増税は社会保障に使うんだなどと言っています。しかし今回の増税分のうち、社会保障の充実に回すものは1割に過ぎません。むしろ逆に年金の削減や医療費の窓口負担の引き上げ、介護保険制度の改悪など、消費税の増税を進めながら社会保障はどんどん改悪しよう、これが今の政府のやり方です。財政が大変だからといって増税を決めましたけれども、決めた途端に無駄遣いのタガが外れています。大型公共事業あるいは軍事費などは2年連続で増加をしています。財政再建の見通しは
全く示されていません。そして消費税増税で景気が悪化すればますます財政は悪化してしまうではありませんか。国民には増税を押し付ける一方で、増税したら景気が悪くなるからといってばらまきをやる、しかもその中身は大企業、黒字企業しか恩恵のない法人税の減税です。私が何よりも許せないと思うのは、あの東日本大震災の復興のための増税を、所得税の増税はこれから24年間続けるんです。住民税の増税も10年間続けるんです。ところが復興特別法人税の増税は3年間しかそもそもやらない予定でいたのを1年前倒してやめてしまうと言っています。頑張ろう日本って言ってたじゃないですか。みんなで復興を支えると言ってたじゃないですか。なんで大企業だけ、黒字企業だけまず頑張らなくていいのか。おかしな話ではないでしょうか。しかも今景気が悪化する、そのことを見込んで景気対策を口実としてさらに法人税の税率を下げる、こんな検討が始まっています。日本経団連はかねてから消費税の増税と法人税の減税はセットで要求をしてきました。今社会保障のためだとか財政再建のためだとか言って消費税の増税をしておきながら、増税で景気が悪くなってきそうになると景気対策のためだと言って消費税収を大企業の減税に使う、まるで国がやる振り込め詐欺みたいなやり方を断じて許すわけにいかないではありませんか。皆さん、消費税の歴史というのはどういう歴史だったでしょうか。消費税が生まれて26年になりますが、消費税の税収は累計で282兆円に上ります。しかしこの26年間に法人税は255兆円も減ってしまいました。消費税で集めた分はほとんどそっくりそのまま大企業の減税のために回っているじゃありませんか。そしてそれが労働者に回っているならともかく、大企業の内部留保が275兆円も蓄えられ続けている、こんな歪んだいびつな経済をこのままにしといていいはずがないと思うんです。皆さん、今こそこの国の在り方を根本から変えていく時ではないでしょうか。そもそも消費税という税金は所得が少ない人ほど負担が重い、極めて逆進的な税金です。それどころか全く所得がない人、わずかな貯金を取り崩したり借金暮らしをしている人からも無慈悲に取り立てる、これが消費税です。あの震災から3年を過ぎた今でも多くの人が仮設住宅で避難生活を余儀なくされている、そういう人たちにも重くのしかかるのが消費税です。このような税金は本来あってはならない税金なのではないでしょうか。日本共産党は消費税消費税と何でも消費税に頼る今の政治は間違っていると思っています。消費税ではない別の道で財源作る必要があります。まだまだたくさんある無駄遣い正していこうじゃありませんか。消費税の増税を押し付けながら政党は濡れ手で泡の政党助成金を受け取る、一切削減しようとしない、こんな身勝手はありません。税金の無駄遣いにしっかりメスを入れさせていこうじゃありませんか。そして増税するなら消費税じゃないんです。増税するならまず大金持ち富裕層じゃありませんか。しっかりと富裕層に応分のもと負担を求める当たり前の税制改革で日本の財源をしっかり作っていく、これが日本共産党の提案です。皆さん、この道を進んでこそ日本の経済も財政も立て直すことができると私どもは確信をしております。4月1日をもって消費税 8% に引き上げる、この道を安倍政権は暴走しています。庶民の力で、民衆の倍返しの力でこの暴走を止めていこうではございませんか。
そして冒頭申し上げたように、消費税増税法では来年10月には消費税率をさらに 10% に引き上げると言ってるんです。日本経団連はさらにヨーロッパ並み 10% 台後半へと主張しています。とんでもありません。今黙っていたら消費税をどん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 引き上げる、そんなことになってしまいます。政府は今年7月から9月の経済指標を踏まえて年内にも 10% への増税を決めるなどと言っております。今国民が声を上げることが本当に大事になっていると思います。増税反対の世論を今こそ盛り上げて、消費税増税、この暴挙をストップさせていこうではございませんか。集団的自衛権の行使で日本を戦争ができる国にする、国民の8割が反対しているというのに原発の再稼働を進める、安倍政権の暴走に国民の声を突きつける時だと思います。日本共産党は今も4月1日の実施の直前まで増税中止をの声を国会でも上げ続けてまいります。そのことがさらなる増税をストップする大きな力になると確信をしているからです。皆さん、増税に反対するその一点で立場の違いを超えて今こそ力を合わせようではございませんか。今この場所では消費税増税に反対をする署名、ご協力を呼びかけさせていただいております。どうか皆様の署名を寄せてください。国会に届けます。そしてこの庶民を踏みつけにする今の政治を変えていくために、日本共産党は全力で頑張っていく決意でございます。どうかお力をお貸しくださいますように重ねてお願いを申し上げまして、この場をお借りしての消費税増税の強行、これを許さない街頭演説会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。